ことね、最近もガラ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 、なんかどうちっちゃいの、まあいいけど、ね、じゃあ当番号令おはようございます。はい、じゃあ今日の歴史の授業はですね、本能寺の変やります。じゃあ手をこうやってね、ちょっと角度上げてくださいね。指先見てちゃんとね、ちゃんとやりましょう。本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変。1582年本能寺で起こった悲劇、織田さんが家臣の明智にしばかれる話。どうしてどうしてどうして織田はしばかれた。明智さんは織田さんに長い間いじられた。みんなの前で呼ばれたあだ名はハゲ。どうしてどうしてどうしてハゲに負けたの。あのハゲ出張する言うて嘘をついて攻めてきたん。ハゲの軍勢1万に対し織田の軍勢30。どうしてどうしてどうしてそんなに少ないの。ハゲの勧めで戦の休憩、数人で寺の坊主のもとへ。ハゲは家臣と一致団結、織田は坊主とディーバーティー。多くない多くない、毛がないやつが多くない。いや多くない多くない、毛があるやつが多くない。変じゃない。 No 変じゃない。変じゃない。 No 変じゃない。変変変変変変変。これが本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変。本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変。諸説あり。